い、こんにちは、ひなたです。こんにちは、小春です。今回はインスタグラムで人気のインフルエンサー太郎プロデュースの新作アイテムを紹介します。それでは行きましょう。カジュアルすぎないのに楽ちんなアイテムが登場です。フォロワー20万人の目から見た可愛いが詰まっています。最初に見ていくのはこちら、レディーズテーラードシャツインフルエンサー太郎、価格は1790円。いつものスタイリングにプラスするだけで、手軽にトレンド感のある着こなしにしてくれるテーラードシャツです。ブラウスとのフェミニンスタイルをはじめ、シンプルなロゴ T シャツとの相性も抜群。同素材のパンツとのセットアップもおすすめです。S サイズはオンラインストア限定販売です。サイズ感はどうですか？肩幅は大きめです。次にご紹介するのはこちら、レディーズ、サテンプリーツスカート、インフルエンサー太郎、価格は1790円。華やかな光沢が特徴のプリーツスカートです。動くたびにふわりと揺れて、女性らしさを引き立ててくれます。カジュアルなトップスとの相性も良く、幅広いコーディネートで活躍します。S サイズはオンラインストア限定販売です。次にご紹介するのはこちら、レディーズ、ドルマンブラウス、インフルエンサー太郎、価格は1290円。今年のトレンドの透け感がある生地を使った人気のボリューム感のある袖のゆったりシルエットのブラウスです。今年のマストアイテムです。S サイズはオンラインストア限定販売です。サイズ感はどうですか？身幅はゆったりです。肩幅はジャストサイズくらいです。次にご紹介するのはこちら、レディーズ、ロゴチュニック T シャツ、インフルエンサー太郎、価格は990円。トレンドの大人っぽいメッセージロゴがバッグに入ったビッグ T シャツです。ロゴプリントに存在感があるので、1枚で着てもコーデが完成します。綿 100% の地厚な素材を使用しているので、1枚でも透けにくくなっております。S サイズはオンラインストア限定販売です。サイズ感はどうですか？身幅はゆったりです。肩幅はかなり大きめです。次はこちらです。レディーズ、ロゴ T シャツ、インフルエンサー太郎、お値段は890円。フロントに入ったシンプルなロゴがポイントな一枚、ジャケットやシャツを上から羽織って、ロゴを覗かせるコーデが、大きすぎないサイズ感に仕上げているので、重ね着しやすい一枚になっています。綿 100% の地厚な素材を使用しているので、一枚でも透けにくく安心。S サイズはオンラインストア限定販売です。サイズ感はどうですか？身幅は大きめです。肩幅は大きめです。次はこちらです。レディーズ、襟配色プルオーバー、インフルエンサー太郎、価格は890円。今季トレンドのコンパクトなトップスです。襟ぐりが配色になっているのもポイントです。ストレートパンツやフレアパンツなどに合わせてコーディネートするのが、綿系の地厚なリブ素材を使用しているので、1枚でも透けにくく安心。S サイズはオンラインストア限定販売です。サイズ感はどうですか？身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。次にご紹介するのはこちら、レディーズ、デニムオーバーオール、インフルエンサー太郎、お値段は1790円。
センタープレスの入ったフレアオーバーオールです。センタープレスやフレアのディテールによりシルエットが綺麗に見えるアイテム、流行のベーカーポケットの仕様になっており、ワンポイントある商品、様々なアイテムとの組み合わせが可能で、いろんなシチュエーションで着用できる一着です。 S サイズはオンラインストア限定販売です。次はレディーズベルト付きフレアパンツ、インフルエンサー太郎、価格は1290円。緩やかに広がるフレアシルエットが足をすっきりと見せてくれるパンツです。センターピンタックは縦のラインを強調してくれるので足長効果バッチリです。ベルトも付属しており、お得なアイテムとなっています。 S サイズはオンラインストア限定販売です。次にご紹介するのはこちら、レディーズデニムパンツ、インフルエンサー太郎、価格は1790円。ウエスト部分にタックが入っているため、腰回りはすっきりと見え、ゆったりと着用できるアイテム、シルエットも綺麗で、多くのアイテムとの組み合わせが可能です。デニムは柔らかい素材のソフトデニムを使用しているため、履き心地の良い一着です。S サイズはオンラインストア限定販売です。はい、次は？レディーズ、ベルト付きフレアパンツ、インフルエンサー太郎、価格は1790円。ベーシックで履きやすく、フレアシルエットでトレンドも抑えたパンツです。ベルト付きで大変お得なアイテム、同素材のテーラードシャツとのセットアップもおすすめです。S サイズはオンラインストア限定販売です。次は、レディーズ、フレンチスリーブニットプルオーバー、インフルエンサー太郎、990円。ランダムリブのシンプルなデザインのフレンチスリーブリブトップス、シャリ感のある素材でカジュアルになりすぎず、夏にもさらっと着ていただけるニットです。1枚でもシアーシャツのインナーとしても合わせやすく、夏から秋まで長く活躍するアイテムです。サイズ感はどうですか？身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は大きめです。次はレディーズ2ウェイビスチェ、インフルエンサー太郎、価格は990円。フェイクボタンと透かし知恵がポイントの前後ツーウェイ仕様で着回せるニットビスチェ、レイヤードコーデの幅を広げ、夏から秋まで長く活躍する今季一押しのアイテムです。サイズ感はどうですか？身幅は小さめです。肩幅は大きめです。ユニクロ速報アプリができました。番号でアイテムを検索して値段が安いか高いか買い時を判定できます。人気のコラボアイテムの再入荷情報も速報で見ることができます。インストールは不要で、ブラウザから開くだけで使えます。サイズ表の見方を説明します。まずは身丈から。身丈の線はお洋服を背中から当てた時の長さの目安です。身幅の線はお洋服を着用して腕を左右水平に上げた時に左右に広がる幅の目安です。肩幅は一番上の基準からはみ出す分だけ肩が落ちるイメージです。股下は股から地面までの長さです。股の高さの赤い線から上にはみ出す分は裾直しかロールアップが必要な分の長さです。股上は股からベルトの上部までの長さです。ウエストは腰の一番細い部分の周囲の長さです。
158cm でウエスト64cm を基準としました。スカート丈はベルトの上部から裾までの長さです。ベルトを股上26cmの位置に合わせた時のイメージを表示しています。以上、今回は島村の5月29日の新商品情報を紹介しました。このチャンネルではファッションに関するお得な情報や普段のコーディネートの参考になる動画を随時配信していきます。この動画を見てよかった、役に立った、と思っていただけたらとても嬉しいです。チャンネル登録もよかったらお願いします。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、チャンネルのアシスタントの日向でした。次回の動画もお楽しみに。この動画はユニクロ、ユニクロコーデ、GU、GU コーデ、プチプラコーデ、コーデ紹介、大人カジュアル、綺麗め、低身長、高身長、ハウツー、レビューをテーマにお届けしました。